俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、旧マップ、激戦の花の方が変わったっていうのは、前回まとめていったんですけれど、まあ、前回ですね、まとめた要素っていうのは、新規で追加された要素がメインだったと思います。まあ、今回は、まあ、その、既存の要素がどういう風に変わっているのかっていうのを、ちょっとマップの方を巡ってですね、見ていこうかなという風に思います。それではやっていく。じゃあ早速やっていきましょうかね。ルームの方で試していこうと思います。まず前回言いましたけれど、まあこちらのね、あの、廃液とかにある課題みたいなやつ、これが変わってますよね。まあこれも前回言ったんですけれど、まず傾斜が厳しくなっているっていう部分とですね。まあもう一つ、まあ一番上に上がった時に反対側に繋がっていないっていうところですね。まあこれが変わっているという風になってますね。こっから一応頑張れば、もしかしたらいけるかもしれないですね。いけるか。あ、一応いけますね。うん。一応いけるっぽいですけれど。まあ、その、地続きで繋がっているっていう感じではないという風になってますので、その辺はま、覚えておいた方がいいと思いますね。なんか原発みたいなやつの見た目変わってますね。以前よりもなんか、筒っぽい感じ、なんかトイレットペーパーみたいな感じの見た目に変わってます。スタバは特になんか、原発の中に入れるとかそんな感じではないよね。うん。なんか、より建物感ってのが出ましたよね。原発ってよりは、なんかちょっと違う感じの、あれに変わってますよね。まあ、でも、扉とかないしな、入れん感じでしょうね。マンションとか、ちょっと見ていきましょうか。まあ、多分、マンションは違いはないと思うんですけどね。うん。全然まあ、前変わったところからは変わってないかなっていう具合ですね。あとは、ここの小窓が完全にその塞がったっていうですね。そういうまあ違いはありますね。まあ中の内装のまあ違いっていうのは特にないかなっていう具合です。一回も特にまあ違いはないですね。ここどうなんだろう？たま通るんかな？ここ壁なくなったんだ。今までここね、透明な壁があったんですよね。なんで、まあ一回こっち側に逃げてから部に寄るみたいな、お馴染みのムーブだったんですけれど。変更前も弾通るようになってるんかな？ちょっとそれ覚えてないですけれど。あ、ここ、違いは結構でかくないですか？こっちに隠れるの好きな人いましたからね。俺結構嫌いだったんですよ、それされるの。うん。弾通るんだったらだいぶ。この弾通るんだったらちょっと怪しいですね。結構いろんなね、家の、おい。で、次このタイプのオレンジの家ですね。これも見ていきましょうか。特に今、まあ、こいつに関しては違いはないかな。ん？ここに窓あったっけ？ちょっと覚えてないけど、こっちはあったけど。ん？ここあったっけ？ここ。記憶がなんか定かでないな。わからんくなってくるんですよね、プレイしよったら。わからんくなってくるっていう。どっちだったっけみたいな。うん、2階もなんか別にすごい変わっているっていう感じではないですね。左の部屋のドアの位置が若干右にずれたかなっていう感じですかね。それぐらいで、あとは特に目立って変わった要素ってのはないですね。まあ、この窓の縁に乗れるっていう機能も変わってないと。タイプには乗れないんですね、ここ。このタイプのなんかね、3階建てのボロ屋もの入ってみましょうか。あ、若干階段が、若干広いかな。少しやっぱり階段は広めになってますよね。全体的にまあ広めになったかなっていうのはやってて思います。パッと見た変更要素はそれぐらいっすかね。いや、これ待って。話しとったけど、あるな、他にも。この、なんて言いましょうか。トレインの今正面に六角見えるじゃないですか。六角があるところの、ここ？岩増えてますね。絶対なかったよね、こんな岩。絶対なかった。これは絶対ない。ということは結構この辺の遮蔽物となるような岩ってのが、この家もないもんね、こんなの。岩増やしたみたいな。まあ、結構その、多かったっすもんね、この辺。見開きが良すぎて、遮蔽物ないから歩いて寄れないみたいな感じのはあったんですけれど、岩があることによって、まあ、そういうなんか、行きやすくなったのかなと。歩きでも、まあ、今までよりも、寄りやすくなったってのはありますね。これでもまたなんか団体とかで揉めそうだよね。全然ちげえじゃんみたいな。文句言い出す人はいそう。まあ、もう一回ね、同じ場所来ましたけど、こんなん。まあ、もう一回ね、同じ場所来ましたけれど、なりましたね、岩。でもまあ、アップデート前と比べると、やっぱりですね、高さってのはかなり変わってるのかなと。もう一回これ PC 版の方戻しましょうか。OK です。もう一回やってまいりました。まあ、やっぱり岩の形状とか、高さが変わってますんで、今までよりもすごいですね。まあ、遮蔽物としては使いやすくなったのかなというふうに思いますね。まあ、アップデート前は、車走らせるときにクソ邪魔な岩だったっていう感じだったと思うんですけれど、まあ、アップデート後はきちんとですね、まあ、隠れるために必要な岩っていうふうに、存在としては変わっているのかなっていうふうに思いますね。まあ、各所に点在している、まあ、岩の形とか、やっぱり形や大きさ変わってますから、今までよりも遮蔽物としては使いやすくなったのかなといった印象ですね。旧マップの岩って結構ね、使えないやつが多かったんですけれど、使えるやつがま、増えたかなっていう、そんな感じのアップデートです。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、新春 M4 の復刻が来ますかと、コアコード運営なんか新春 M4 復刻するの趣味なんで、そのうちまた来そうっすよね。で、次こちらですね、インドの重機チケットをコラボ重機と交換できることって今後ありえますかと、まあ、
なくはないと思うんですけどね。なくはないと思う程度じゃないですか。で、次ですね。たまにはサブチャンネルも投稿しましょうとしてます。で、次ですね。本若にダイヤ全部送れたら噛みすぎるけど、使い道ないからと。まあ、ダイヤ送れるの、一番の使い道は機密物資じゃないですか。機密物資って、まあ、服のチケットで回せるっていう部分だけはすごいですね。注目されますけど、あれダイヤでも回せますからね。まあ、なんで、まあ、未課金とか無課金プレイヤーで、まあ、あんまりそこら辺のチケットとか足りてないよっていう人は、ダイヤをですね、まあ、サブとかリセムラアカウントの方で貯めてから送っていくみたいな。まあ、そういう使い方ができると思いますので、はい。まあ、結構機密物資、結局ちゃんと課金してないと回せないじゃんっていう風に思われる方も多かったと思うんですけれど、そういう使い方もありますんで、まあ別にそういうわけじゃないっていうですね。うん、まあそうやってちょろまかすことはできるっていう感じですかね。で、次ですね。重い重いと言うけれど、iPhone 12とかやったら全く途切れないし、文句なし、時代は進化しているので、ユーザー側もついていかないとそうなると、どうなんでしょうね。まあある程度その端末スペックが必要っていう風にこういうことになってますけれど、正直少しですね、他のゲームと比べて、こぼしすぎですよね、その端末の部分で。まあもちろんその例えば、あまりにもそのスペックの低い端末で動くようにしろとか、あとはまあ 32bit のね、時代で動くようにしろとか、まあ、そこまでは言いませんけれど、ちょっとでもこぼしすぎかなっていうのは思いますね。なのにその新規ユーザーは欲しいとか、声行動に復帰して欲しいっていう風に、運営側は思っているわけじゃないですか。矛盾してますもんね、方法が。まあ、もうどっちかにしないともう限界はあるのかなっていう風に、まあ、僕は思いますね。ハイクオリティのゲームを出して、高いそのスペックの機体でプレイしないと意味ないですよっていう、そんな感じにしていくのか、まあ、それとも、まあ、ちょっと廉価な感じのガンシューティングゲームにして、多くのプレイヤーがプレイできるようにしますよっていう風にするのか、どっちかにしないといけないなっていうのは思うんですよね。どっちも取ろうっていう風にしているから中途半端な状態に現状はなっちゃってますので、まあ、そこはちょっとね、正直僕は両立しないと思うんですよね。うん、まあそういう端末の部分とか、まあいろんな部分で障害のあるゲームなんで、公約行動はそれがあってですね、新規だったりとか復帰プレイヤーっていうのは公約行動を触らないんですよ。たくさん今ゲームありますね。たくさんゲームある中で障害があるゲームと障害がないゲームだったら、障害がないゲームを皆さん選びますから、まあそういう部分もまあ新規の流入とか復帰プレイヤーが増えていかない原因なのかなっていう風には思いますけどね。まあ全体で考えましょう。個人じゃなくて。まあでもそうですね。スマートフォンのゲームでハイクオリティ、まあそしてまあ高いお金を出して高い端末を買わなければならないっていう、そのお金出すんだったらまあパソコンのゲーム選びますし、高いクオリティのゲームをしたいっていう人もやっぱパソコンのゲーム選ぶと思うんで、スマートフォンゲームのまあ日本人が求めている需要と逆行しているなっていうのは正直な印象ですね。で次ですね。関係ないけれど iPad って移動スティック動かすの難しくないですかと。移動スティックをでかくしすぎると下がりづらくなるんで、ちょっとちっちゃくするといいですよ。操作設定1とか3とかそこら辺いじると少し変わるかもしれないですね。で次ですね。グローバルサーバーのメインストリートに初期アカウントで入ったら実質オフラインのメインストリートの先行体験できますよと。まあボット部屋慣れますもんね。はい。なんか結構なんか伏せキャンとかめっちゃしてくるみたいな意味わからん動きをずっとするっていう風に言ってる人いますよね。通常とは結構違う感じのボットですよね。はい。結構なんか強くできるみたいですけどね、あのボットも。で次ですね。魚の反撃シリーズのアイスクリーム券はハーゲンダッツのギフト券っぽいですと。普通に良くないですかそれ。ね、1500円ぐらいでも、まあ、アイスだったらさすがにね、数個ぐらい買えますからね。普通にいいな。俺が欲しいな。でもよく考えたら、ハーゲンダッツって、ほぼなんか、チョコとか、バニラみたいな味のやつしかないですね。僕アイスのバニラ味とチョコ味、あんま好きやないですよね。子供の頃からね、あんま好きやないですよね。なんか珍しいですけどね。そうなんですよ。じゃあやっぱいいか。